こんにちは、ごいちです。白菜が大きくなりましたので、収穫します。前半は、育てる楽しみとワンポイントアドバイス。後半は、美味しく漬けるコツを紹介します。最後までご覧いただけましたら嬉しいです。まず、全体のスケジュール感を紹介します。8月から準備を開始して、12月に漬物を作る約5ヶ月の工程です。 今回は大病早瀬60日を選びました。種まきはポットかセルトレイに巻きます。約1週間で双葉が出ます。ワンポイントアドバイス。1. この段階はまだ気温が高く、直射日光が当たる場所に置くとしなびてしまうことがありますので、直射日光を長時間当てないようにしてください。約1ヶ月すると本葉が出てきます。まだ暑い時期に種まきをするので、暑いな とぐうたらしていると秋を迎えることになります。実は白菜は遅くとも9月中旬までに種まきしないと結球しない確率が高まります。初期の葉っぱが外葉になり栄養を蓄えるのと15度あたりの気温で結球が始まるそうです。10月になってから種まきするとこのタイミングがずれて結球しません。ワンポイントアドバイスに、もし種まきを逃した場合、9月にホームセンターや JA で苗を買ってきます。 畑の準オイラの場合は土石灰発酵済みの鶏粉これを口運機でかき混ぜて終わりですそれではですね準備ができましたので口運していきたいと思いますワンポイントアドバイス3畝には黒マルチを敷いておきます。 本葉2枚が大きくなってきたら定植します。株の間隔は60センチ以上取ります。時期は9月中旬から後半です。この頃はまだモンシロチョウがひらひら飛んでいます。植え付けが終わりましたら、活着しやすいように鉄イオン水をかけておきます。この作り方の説明はまた別の動画で公開しようかと思いますので、 チャンネル登録しておいていただけると嬉しいです。鉄イオン水の水をかけておきます。ワンポイントアドバイス四、農薬を使いたくない場合は、必ず防虫ネットをかぶせてください。 オイラの場合、この後放置し、成長を待ちます。防虫ネットを張っていても、毛虫やアオムシが出てくることがありますので、その時は必ず捕まえて処分してください。ワンポイントアドバイス5幼虫は結構気持ち悪いので、小さなトングを使うと良いかと思います。100円ショップで売ってます。12月中旬に結球して、白菜が大きくなります。収穫です。 家庭菜園をやってない方は、12月旬の時期になり、白菜が安くなりますので、それをお買い求めください。最近は野菜が高値になることが多く、白菜の値段が下がることを期待します。よしよいしはい、収穫しました。これはいいですね。はい、いい感じです。 はい、これです。あ、いい感じですね、これも。後半です。今回は白菜4個を使います。まず、白菜を洗って、4分の1の大きさにします。包丁で切れ目を入れて、あとは手で白菜を裂いていきます。 このようなネットに入れて天日干しをします。ここら辺はセオリー通りです。干すことで旨味が増すと信じています。半日から丸1日干して水分を飛ばします。今回は朝から夕方まで干しました。ここからつけていきます。用意するものです。 漬物ダルこれは押しブタ付きのものビニール袋おもり塩以上になります漬物ダルはあった方が便利ですが綺麗なバケツを使っても良いかと思いますおもりは漬物用のおもりが売ってますのでそれを使うか2リットルのペットボトルに水を入れて重しにしても構まいません1本あたり2キログラムとなります漬物袋は 取り扱いが楽になるのであった方が便利です塩は精製塩ではなくて粗塩の方が味がまろやかになると思いますそれでは見ていきましょう漬物だるです蓋を取ります中に内蓋が入ってますこれが漬物袋ですホームセンターなどで売ってます漬物用のおもりです8.5キロと3.5キロのものです ホームセンターで売ってます。重いので落とさないように気をつけてください。粗塩です。今回はナルトの塩を使います。塩は白菜の重量の3%から4%。白菜の重量を測るのが難しいんです。大体で構いませんが、今回は体重計を使って重量測定をしました。8キロですね。白菜8キログラム。 1>, 1個あたり約 2kg、塩 240g、3%です。ワンポイントアドバイス。6. 塩3%って結構多く感じるかもしれませんが、塩が少ないと水が上がってこないので3、3%は入れるようにします。漬物用のビニール袋を樽に入れます。塩を底にパラッパラッと巻きます。白菜に塩をまぶしながら敷いていきます。この時、 白菜を少しめくりながら塩を葉と葉の間に入れるようにします。あとは白菜を交互に重ねていきます。外での作業ですので手が冷たくなるんですよね。手が荒れやすい方はゴム手袋してくださいね。ワンポイントアドバイス。7. 重しは白菜の重量より倍近く使います。漬け出してから数日で水が上がるように最初は重しが肝心です。 今回は合計15キログラムを使いました2日もすると水が上がってきます水が上がれば重りを半分にして構いませんオイラの場合、平日は働いているので日曜日の午後に漬け出して次の土曜日に本漬けに入るような工程です漬ける前は漬物だるいっぱいだった傘は半分ぐらいになってます白菜を取り出し軽く絞りますここから本漬けに入ります こだわるなら本漬けしましょう。本漬けに入る前にキムチも作っちゃいます。下漬けした白菜にあらかじめ用意しておいたキムチの素と人参を千切りしたものを用意して別の漬物器に入れます。 雑菌が入らないようにんじんとキムチの素を入れてかき混ぜます2時間くらいすると味が染み込んできますその日から簡単にキムチ味を楽しむことができますこの漬物容器は冷蔵庫の中で保存しますもうキムチに半分ぐらい使いましたキムチに半分ぐらい使いましたのでえー、っとあと残り半分をですね普通に漬けていきたいと思いますまずこれを出してしまいます で、もうこの樽は洗ってきますので、少々お待ちください。はい、洗ってきました。本漬けの材料です。昆布、赤唐辛子、昆布は30センチくらいのものを細切りにしておきます。種は取り除いてください。ここで柚子を入れて風味を出しても構いません。オイラは入れない方が好きなので使いません。お好みでどうぞ。本漬けでは塩を追加しません。 昆布と鷹の爪を白菜の中に入れていきます。重しは軽くて OK です。また水が上がってきます。この蓋を。この上に乗っけます。綺麗にしとかないとだめですね。綺麗にしたやつですね。はい、そしたらこれで重りを乗せます。蓋をかぶせます。ゴミが入らないようにビニール袋をかぶせます。本漬け3日後から食べることができます。 白菜はふにゃふにゃに柔らかくなってきます数週間すると色が飴色に変わり良い香りがしてきます発酵して旨味が増してきます漬け汁が濁りますが乳酸発酵で旨味が増している段階ですから大丈夫です漬け汁が白濁したらカビが出てきたサインで匂いも確認して悪臭がしたら食べないでくださいはい、白菜絞ります ワンポイントアドバイス8余計な雑菌を入れないよう常に清潔な手で扱ってください。食べる分だけ取り出したら白菜が水に浸かっている状態にしておきます。白菜の量が少なくなってきたらおもしはなくても構いません。樽は物置小屋などの寒い場所に置いておきます。自然の冷蔵庫で気温が5度以下とかであれば腐りません。取り出した白菜は 特に洗う必要はありません包丁で3センチくらいの幅に切ったら手で絞ってお気に入りの器に盛り付けます根に近い部分と先端の部分で味が違います白菜のお漬物完成しましたあなたもご家庭の味をお楽しみくださいね最後までご視聴ありがとうございましたこんな漬け方もあるよとか アドバイスがありましたらコメントをお願いします。